家計の預貯金過去最高。これがリアルな現実なんです。私の意見じゃないですよ、産経新聞の記事ですからね。家計の預貯金過去最高ですよ。日銀が27日公表した令和4年1月から3月期の資金循環統計で、家計が保有する金融資産のうち現金預金は3月末時点で前年比 2.9% 増の1000トンで88兆円と年度末としては過去最高を記録。新型コロナ禍で消費が抑制されたことで残高が積み上がった。ただ食品や日用品の値上げラッシュで生活防衛意識は高まっており、黒田総裁が指摘する強制貯蓄がどれだけ消費に回るかは未知数。まあだからいろんな要素があるわけ。別に裕福になってるって話じゃなくて、まずコロナ禍お金を使うところがなかった。だって友達とご飯にも行けなかった、旅行も行けないわけですからね、はい、使うところがありません。それからこんな状況で物価が上がってるって、やっぱりね財布の紐は緩まんないですよ。やっぱ将来不安だからお金を貯めるというね、そういう人もいるでしょう。まあ人それぞれですからね、裕福な人もいればそうじゃない人もいる、それぞれです。ただね、統計で言えば家計の預貯金過去最高なんですよ。だからね、そうですね、日本人って格差はあると思うんですけども、貧困もありますが、よその国に比べると貧困の人は少ないと思います。貧困の人はね、日本でいう貧困ってちょっと欧米でいう貧困とはちょっと桁違いですよ。いやもちろんね貧困な人いるんですよ。それがね子供とかだったりして、子供がね貧困のまま取り残されて、これはですね何とかしなきゃいけない。でもねヨーロッパの貧困ってやばいですからね。だって普通にスペインとかイタリアとか駅前で物乞いする子供がうわーっていますからね。日本も貧困あるけどレベルが違うんですよね。で日本にある貧困はなくしていかなきゃダメです。格差は別にいいです。でもただ貧困はなくさなきゃダメですね。これちゃんと言う政治家ほとんどいないんですよね。政治家が口にするときは格差なくそうになっちゃうんですよ。いやいや格差より貧困をなくそうよと。だから結局共産党も国民民主もそこが限界なんですよね。貧困なくそうって言えばね、そうだよね、貧困はない方がいいねって思います。でも格差なくそうってそこだと、まあまあね、格差はなくなった方がいいかもしれないけど、なんで貧困を言わないんだろうっていうふうに思いますね。で日本の格差なんてよその国と比べたらもう全然、欧米から見たら日本でいう格差なんていうのはもうないに等しいで、レベルが違いますから。ヨーロッパとアメリカの格差って半端じゃないですからね。本物の格差ですよ。ヨーロッパもアメリカもね、日本で格差があるなんて笑われちゃいますよ。あると思います。問題のある格差もあるかもしれない。でももう桁違い、もう次元が違うんですよ。もうヨーロッパ、アメリカを見てください。本物の格差社会ですよ。どうしようもない貧困がどこまでもありますよ。もう全然違いますね。だからまずね、貧困からなくしていこう。特に子どもの貧困からなくしていきましょう。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。